死のみ4月10日から2021年9月2日は、日本の実業家、元82銀行頭取、長野県岡谷市生まれ。長野県、諏訪清良高等学校、東京大学法学部卒業後、1956年、入校、東京事務所長、資金証券部長を経て、1986年、取締役上田支店長、1987年、 同本店営業部長、1989年、常務本店営業部長、1990年、同国際部長、1991年、副東取、1994年、東取就任。2001年6月、東取人気を1年残し会長、2003年から2005年顧問。1998年から1999年。 全国地方銀行協会副会長。このほか、2015年に成立した安全保障関連法に反対する市民集会の呼びかけ人も務めた。2021年9月2日、食道癌のため死去。88歳没。頭取に就任以来、都各、固いといわれる82銀行の変革に取り組むが、1990年代の失われた10年における、 金融危機の中でも自己資本比率10%以上を維持した経営環境の下では校内の反応は鈍いものであった。こうした中でも1997年1月ベンチャー支援に力を入れる方針を示し1997年3月には5番目の海外拠点としてシンガポール事務所を開設する。しかし日本リースの経営破綻による貸し出しの 貸し倒れ損失や株価低迷による株式焼却損が主因で、1998年9月中間決算では最終損失が60億円の赤字になった。こうした危機意識の中で、1998年度からの6、可燃長期経営計画の策定では以下の施策が実施された。血のの存在は2000年の長野県知事選で全国にその名を知られるようになる。 同年8月上旬、西名恵美瓶、長野商工会議所会頭、平野実、平安堂会長らと共に、長野市内で初めて、田中康夫と対面し、長野県を変えてくれる人と立候補を強く要請し、田中陽律の立役者となった。県知事選では、節目節目で集会に顔を見せるなど、田中陣営のアンカーとも言える存在で、官民の様々な組織を固める。 前任知事の後継者である対立陣営の動きに対し自由に物が言えない状況は民主主義ではないと発言、さらに銀行内外からの批判もあくまで一個人としての支援と意味に介さず、田中の長野県知事発動選時には民主主義の目覚まし時計と絶賛した。しかし田中知事就任後はしばらくは見守るとしていたが、田中の脱ダム宣言については 電子メールで県民の意見を聞いているというが、聞く範囲が狭すぎ、民主主義とは言えないなどと批判するコメントを週刊誌に出すなど、徐々に圧力が生じるようになる。2002年の出直し知事選では、支援を継続したものの、後の居住区をめぐる田中自身の住民票問題や、山口村の岐阜県への古試験合併を認めないとする対応などをめぐり対立。2005年3月には、 田中の講演会を大会した元を分かつことになる。その後、2006年の県知事選の直前には、地元市、品の毎日新聞に田中を批判する意見広告を出し、さらには、同選挙では対立候補である村井人氏を支援した。県の政財界に大きな影響力を持つ千野の離反は、同年の知事選で田中が落選する演員となった。AB ちのみのるさん死去八十八歳、元八十二銀行頭取中日新聞社 ht t、https www.chunichi.co.jp スラッシュアーティクルスラッシュ三二六七七2二零二一年九月九日閲覧ちのみのる氏が死去元八十二銀行頭取日本経済新聞社、https www. 日経 .com アーティクル矢く 081LK0Y1A900C200 万2021年9月8日閲覧 AB ちのみのるし死去時事通信社時事 .com https://www.jiji.com/.jc/.article, コロンススラッシュスラッッシシュュ k イコール2兆210億9080万 541&, g イコール of と2021年9月8日閲覧。ab 2001年5月8日付日経、金融新聞1998年4月1日付。 日本経済新聞2001年4月17日付、日本経済新聞本件は公職選挙法違反に問われたが、長野地方検察庁は同法違反に当たらないとして不起訴とした。ありがとうございます。